4回転トーループを決めたのは彼だけですからね。2回もね。ねえ、フリーでも中盤で飛んできましたでしょ。あれボーナスついてるところですよ、ね、あそこで飛ぶのはねすごい力ですよ、はい、ですよね、素晴らしいと思いました。力強いジャンプ、そして高速のスピンがこの選手の持ち味であります。ここも軽やかに決めてきました。6歳で挑戦しましたソルトレイクオリンピックは15位、そして今度は一気にトリノの主役へと駆け上がっていくんでしょうか。ランビエール、このスピンです。いやどうですか佐野さん。うまいですね。具体的に今のスピンなんかどのあたりなんですか。もうレベル4まで行っちゃうでしょあれだったらね、はい、すごいですよ。僕ね実はこのランビール選手がまだ小学校の時に見たことあるんですよ。あそうですか、はい、外国の小さい試合だったんですけど、その時からきっちりとねまだ小さいくせに先生に言われたことをきっちりとやる選手だったんです。上手くなるぞと思ってたら世界チャンピオンになっちゃいましたね。しっかりと本人もトリノの金というものを視野に入れているでしょう。グランプリシリーズ優勝がありませんでした。そしてこのファイナルで優勝、自信をつけてのこのエキシビションの演技。ああ速い。スイス選手らしくスピンがやはり上手なのはビールマンスピンっていう人が、ビールマンさんがスピンを第一人者、そしてスイスが受け継いでますからね。なんでこれだけスイスの人はスピンが上手なかと思うぐらい、スピン昔から ね、そうなんですよ、スイスは言われてるようですね。僕の時代の